アイドル大好きギュギュッとアイドル最強ランキングをご覧の皆さん、こんばんは。 STU48 の岡田あずみです。石田千穂です。中村舞です。高尾沙耶香です。私たち STU48 は6月12日にファーストアルバム懐かしい明日をリリースしました。はい、結成8年目を迎えた STU48 の今までの集大成と新たな出発を込めた初めてのアルバムです。アルバムリード曲の愛の重さは誰かを大切に思うことの難しさ、そして愛によって生まれる強さを歌った曲です。愛の重さがミュージックビデオも公開されていますが、マイケルさん、どんなミュージックビデオになっていますか？はい、こちらは学校で撮影させていただいたのですが、とにかく全力で学校を駆け抜けました。一人一人の個性が合わさって最終的にグループになっていくような構成になっています。メンバーの表情にも注目してみてください。ファーストアルバムをリリースしたということで、最近の私たちの初めての〇〇をお教えしたいと思います。じゃあ、あずみんから発表お願いします。はい、私は初めてのミュージックビデオ撮影でした。おー、はい、そうですね。はい、じゃあ私は、運転免許を取って初めて血のつながらない人を乗せました。おー、すごい。はい、私は初めてヘッドホンを買いました。私は初めてジャコ天を食べました。おー、いいね。はい、ということで STU48 ファーストアルバム懐かしい明日、ぜひたくさん聴いてください。以上 STU48 でした。バイバーイ。